はい、岡崎選手、またやってきました。やってまいりました。この時間が待望のニュースパイクでございます。待ってたね、これは俺たちは。どうかな、どうかな、どう、新しいの、いろいろ変わったとこだいぶあるんだけど、教えて、まあ、全部教えて。いや、全部俺が説明してるの。じゃあ一つは、まずは、うん、もうこのポイントのところ裏見てほしいんだけど、うん、この真ん中にポチッとがついてるの。あるね、あるね。これ芯なんですよ。マジで。この芯があることによって、今までポイント全体がちょっとこう流れてた、こう動きの中で流れてたのが、こうよりこう安定するようになった。この芯のある俺みたいなやつなんだよ、このスパイクっていうのは。ああ、ブレないね。ブレないの。ブレてるように見えるんだけど、実はブレてない、ね。ブレてないの。かなりブレてるように見えてる。でもう一個は、うん、まあバサラの進化系なんで、ここがうまくねじれると。そうだね。この足のねじれね。このねじれが。このねじれね。こうね。こうねじれるのが足のねじれにナチュラルにフィットすると。まあねじれに関しては俺に聞いてよ、それは。ねじれに関しては、うん、じゃあ岡崎さんが説明してもらおうか。うん、いや、もう吉田さんが言った通りですよ。もう一個は、はい、まあここの今まではこう俺のはさ、例えばイグニタスはイボイボがついてたりさ、岡ちゃんのは俺のは何もなかったっていう、うん、この間を取ってちょっとこう血管浮き出たみたいになってるんだけど、これがね、形状を記憶するような素材が入ってて、こういうのがあるんですよ。持ってんだね。持ってるんです。仕込んでるんです。仕込んでんだな。これでこうちょっと押すとさ、ほらちょっと押して、すんごい、すごいでしょ、すごい吸収するわ。こうボールタッチ、こうボールの勢いを吸収するっていう、よりこうボールが馴染むようになってるっていうんですよね。ありがとうございます。まあ、だから岡ちゃんのバサラと、はい、俺のイグニタスのいいとこ取りをして、結局現代サッカーにおいて攻守ともにできなきゃいけない、まあね、究極のスパイクってことじゃん。いいの出したね。究極のスパイクってこと。2回いいの出したからって2回言わない。究極のスパイクってこと。まあこれをまあ元に、これから俺と岡ちゃんがまた対決をすることになってる。またやるの。またやるんですよ。好きなんですよ、水野が。より臨場感が出るように今回カメラもここにつけてやろうと思うんで、あちらに用意してるんで。さすがっすね。カメラの方をつけて、何も用意してるね。対決でいたしましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。